どうもロバートの山本です。さあ今回のプライベートラウンドのゲストはこの方です。比嘉大吾選手です。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。いやこれベルトをね持ってきてもらってます。いやー素晴らしい綺麗なベルト、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。話の方ね、いろいろ聞かせていただきたいんですけども、はい、まず、僕と比嘉くんなんですけども、はい、過去にも接点がございまして、実は僕、ボクシング、プロデビューをしてるんですけども、はい、その試合の一試合前の試合が比嘉くんの試合なんですよ。そうなんです。もうありがたい。しかもまだ4ラウンドの時のね、4回戦の時の比嘉くんが試合をされてます。そうです。僕はもうね、あ、そろそろもうもう次の試合だからちょっとアップで体温めようみたいなこと言ったら終わったって聞いて、え、俺何もしてないよっつってそのまんま俺リング上がったんだから。あ、アップなしでですか？ほとんどないよ。チャンピオンが200オーバーなんだよね。200オーバーですね。200オーバーでそこでもう諦めたんだよね、はい、そうなんですよね。でもそのなんか僕みたいな、まあ一般的な考えだと、はい、200だったらなんかもう2時間ぐらいあったんだよね。あ、そうですね、はい、だったらちょっとなんかこう汗流しに行ったりとかしたら200落ちないのかななんて思っちゃうんだけど、なんか最近やっぱ計量失敗1回目でパスできない人はもう逆に試合を勝つこと考えて、もう徐々にゆっくりゆっくり戻していくんですよ体重を。なるほど。だから2回目の計量でオーバーしたりまた200オーバーから400になったりとかよく最近はありますね。それはもうじゃあいいやと。いいや、もう試合だけ勝とうみたいな。もうそのベルト保持者じゃなくてもいいから試合を勝とうって考え方になるんですか？試合勝ったらまたチャンスが来るんですよ。なるほど。パンツを脱いで計量を測っても200オーバーだったんで、これ言っていいのか悪いのか、まあ、あれなんですけど、すごいパンツ脱いだ時のチンチンがしぼんでたんですよ。あれ本当に原料見たの？見ました見ました。もうすげえきつかったんだ。冗談だけどもうこれぐらいで。でもサイズを出す。なんかイメージですけど、具志堅さんって今そっち側だけど、はい、ボクサー自体の具志堅さんってなんかちょっとピリッとしてたイメージがあるんですよ。目怖かったっすもんね。怖いよね。びっくりしましたね。具志堅さん昔ちょっと怖かったよね。もう目が。そうそうそう、ピリッとしてた、そういうイメージあって、グスマン戦取った時なんて、もう抱っこされて目、もう変な目してましたなんかもう、人を捕まる目してましたいいの、こんなこと。いや、大丈夫です。今はもうね、そういうところじゃないけど、こう練習してる時にそういう目見たりする時ないの？いや、会長練習中は本当厳しいっすね。あ、そっちの目になる、はい、やっぱりボクシングにおいては何してるんだ、信号って言いますからね。信号名前、怒ってるんですけど、名前間違えるんですよ。間違えるいや違うけどなと思いながら、はいって一生懸命バック打ってますよ。なるほどね。試合、前に集められて、こうやってグローブ合わせるじゃないですか、はいはい、あれなんですと、はい、で、別れた後に、セコンドで会長が降りる前に勝って、一緒に沖縄帰ろうって言って抱きついて降りたんですよ、会長。うわ、かっこいい。乃木さんと、抱き合って、3人で。いや、会長先にやって、うん、会長が見事言ったんだ。そうなんですよ。いやー、もうその時、信号って言ってなかった。いや、それだともう負けてたと思いますあ、そう。チャンピオン同士のこう、連絡取り合ったりする人とかいないの？あ、やっぱ八重樫さんは。あ、八重樫君、あと連絡ちょっと優しいですね。なんか言われた？おめでとうと言われましたね。あー、やっぱ、その八重樫さん負けてしまったんすけど、その、あーでもなんか LINE するのもあれだなと思って、自分からはしなかったんすよ、はい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 、そしたら本当にその時に八重樫さんからちょうど来て、あ、一緒にチャンピオンになって、自分一緒にダブ、はい、あのベルト持って写真撮ろうって言ってたんですよ、自分が勝ったら。あー、なるほど、撮ってくださいって、はい、そしたらもう本当自分か夢を果たせなくてごめんねって来て、やっぱでもボクシングはこういう残酷なスポーツだからみたいなことが送られてきたんですよ。深いなぁ、八重樫君から来たよ。いや、もうなんか感動しましたね。じゃあ最後に比嘉君の宝物をちょっと見せてもらっていいですか？ね、宝物。いや、これすごいじゃないですか。ねえ素晴らしい宝物です。でここにね、
これはアリがいてね、サクレック、ポンサクレック、そしてヒガダイゴ、これですよ。この並びすごいね。あのしっかり、うん、あの写真も自分で選んだんですよ。あ、そうなんだ。自分で選んで、ちょっとあの分けてる部分の写真を使って、うんうん、へえ、嫌な写真使われつばれたら嫌だったんで。確かにね。あ、みんなこれ選べるんだ、それぞれ自分でね。そうですね。最後にじゃあ、ファンの皆さんにですね、はい、今後の比嘉大吾からのメッセージをね、今後の目標は、目標は、まずまた沖縄の、うん、代表、沖縄の先輩浜田剛さんの15連続 KO を、うん、まず抜きたい。おー、そこがありますからね、まずね、はい、それと、うん、やっぱチャンスがあれば、あの日本人、今同じフライ級、フライ級に、うん、階級に、うん、はい、日本人チャンピオン井岡一さんが、井岡くんが、はい、いらっしゃいます。はい、統一戦を、おお、やりたいな、できたらいいなと思ってます。